はいみなさんこんばんは、高幸です。今日もビッグモーターの件についてお話ししていきたいと思うんですけども、ビッグモーターのですね、販売者の見積書や請求書に載っている、ビッグ安心サポートという項目があるんですけども、必ずっていうくらい見積書や請求書に載っているんですよね。で、ビッグ安心サポート、ロングラン保証。 ビッグ安心ケアパックまあなくなってるんですけどビッグタイヤ保証っていうさまざ、あ、まなですねオプションがビッグモーターでは販売されているんですけども、まあ、この中で、まあ、一つ一つね、えー、解説していきたいと思うんですけどもビッグ安心サポートについて、まあ、私なりに調べてみましたでただしこれビッグモーターのホームページを見てもビッグ安心サポートについて詳しく解説されているようなページがないんですよですので ユーザーさんの声やあとは中古車情報サイトにですね載ってる内容で、えー、まあ説明していきますので実際とね違う部分があるかもしれませんがそういった部分があるのをね、えー、気づかれた方がいらっしゃいましたらぜひコメント欄で教えていただけたらと思います今日見ていきたいのは中古車情報ボックスというサイトがありましてそちらを見させていただきますビッグ安心サポートというものは何なのかなんですけども こちらに記載してあるんですけども安心ビッグ保証に加入することで保証期間内かつ保証範囲内であれば部品の交換や修理をしてくれますということですねで対象の部品を見るとエンジンマウント O2 センサーサーモスタットプーリーファンカップリングオイルプレッシャースイッチタペットカバーパッキン各ガスケットということでこれはまあよくあるメーカー保証で保証されるような内容が 記載されております。その他重要機構部品ということでシリンダーヘッドシリンダーブロックバルブ機構クランクシャフト、カムシャフトインジェクションポンプノズルフライホイールということでエンジン内部の部品がずらずらと並んでおります動力伝達装置、まあ、クラッチや、ね、オートマチックトランスミッションギアそういったところも含まれていると。 いうことでございますまあ、見させていただいたところまあ消耗品はねこういった保証制度で含まれていないのは当然なのでえ、ちゃんとねえ、こういうふうに歌っているところはですねあのメーカー保証と何ら遜色がないことが書いてありますでまあ私の経験なんですけど私もですねまあ、このビッグモータースの保証ではなく いろんな会社がねこういった車の部品の保証制度っていうのをやっておりまして、まあ、何個かねこう携わったことがあるんですけども、まあ、会社によってはですね保証制度って言っても中古車部品をね、えー、提供してきて、えー、保証しますって言ってる会社さんがあるんですよ。これ、まあ、これまのね 規約なんかを見ていただくと新品部品で保証しますって書いてないことが多いんですよね新品部品で保証しますっていう会社は新品部品を使いますって書いてあるので非常にねこの辺注意が必要なんですよねまあ中古車部品でもまあ悪いって言ってるわけじゃなくて治治るのは治るはんですよ例えば O2 センサーがねトラブルを起こしてトラブルが起こってない部品 の中古部品を、ね、交換されて、まあ、見えない部分なんでね問題ないということにな、ね、りますので、まあ、治ったということにはなるんですけども、まあ、気持ち的に、ねまあ、有料でお金を払って保証を買ってるわけなのに、まあ、中古車部品が当てられてしまうということがね、えー、ありますのでもう私もびっくりしたことがあるんですけどもこのような、ね、保証制度は注意が必要です。あのーまあ、問題点はですねね本当の、ね もう5年以上経った中古車にこのビッグ安心サポート、まあ、別名ビッグ安心保証ですねえつけるのだったらいいんですけども新車や未使用車にですねこの保証制度進められることがあるんですよねこれ非常にですね注意が必要で新車や未使用車ってメーカーのね、まあ、例えばトヨタとかダイハツとかスズキとかのメーカーの保証が5年間実はついてるんですよ 保証がね、ついているのにもかかわらず、余分な保証をですね、重ねてかけられてしまっているというね、状況があるんですよ。かの保証がね、どういうものかというと、まあ、国産車はほとんどですね、3年目までの一般保証と5年間持つ特別保証というのがありまして、3年間は伝送品関係の保証が。 多いです5年保証という部分については伝送品については保証できないんですけども、まあ、機械的な部品が壊れてしまった場合には保証しましょうエンジンですとかトランスミッション、まあ、ブレーキの重要部分っていうことで重要保安部品がもし万が一壊れてしまったような場合には特別保証ということで5年間保証という保証しましょうというね制、えー、度があったりしますですので、まあ、よくあるねカーナビですとかオーディオ何、えー、とかセンサー 発電機セルモータータ燃料ポンプこういったものに関しましてはですね保証制度が3年なんで、えー、ビッグモーターさんの方でですね まあ5年保証入るのであれば3年は最初メーカー保証と被ってしまってるんで無駄,無駄になってしまうんですけども4年目5年目にもし電装品関係の部品が壊れてしまうようなことがあればお得ということになるんですけどもまあただこのビッグモーターのですね保証制度金額にしてですね見積書の例なんですけどもビッグ安心サポートがね6万9800円しておりますのでまあなかなかいいね 金額が取られるとちなみにね自動車メーカーのね保証制度っておそらくビッグモーターさんで買うと統計証っていうのをねディーラーでしてもらってないとメーカー保証が受けられませんので、まあ、このねビッグモーターの保証制度がつけられちゃうんかと思うんですけどもこれ裏話かもしれないんですけどディーラーでですね12ヶ月点検と。 保保証証継承っってていうのをを依頼すするると買った車ででもつ、ね、けてくれるんですよね実はねですのでその費用にしてだいたいディーラーで12ヶ月1000件つけて保証継承して1万5000円ぐらいが平均的かと思うんですけども1万5000円かければですねメーカーで新車を買ったと同様の年度登録から数えて3年の保証と5年の保証っていうのは国産車のメーカーであればどのメーカーでもねほとんどつけてくれるので。 このね高い、えー、7万円近いね保証制度を買わなくてもディーラーのメーカーで受けられるね保証がつけられるというね、えー、事実があるわけでございます。まあこの保証制度ねどちらも注意しなくちゃいけないのは決まったところでですね点検メンテナンスをしっかりしてないと保証制度が受けられないということでビッグモーターの方でも歌ってるんですけどもビッグモーターでの各店舗で 定期的な点検メンテナンスを受けられている方じゃないとこの保証制度があの効きませんというふうに、ね、言ってるみたいで,でちょっとでも他のところで車検を受けたとか12ヶ月点検を受けたっていうですね形跡を見つけられてしまうと保証制度が、ね、断られてしまうなんていうこともね実際にあったようですねちなななみにデディィーーーーララーははどどうううのののかか保証とということでね。 申し上げますとディーラーによってなんですよよねディーラーによってメーカーのねディーラーで定期的に点検を受けてないとダメですよっていう言ってる店舗とちゃんとしたね指定整備工場で整備をしっかり受けていただいてれば保証効きますよっていう。 ふうに言ってる店舗もありますそれは故障の部分によって言うことが違ったりするのでそこの,辺はそこの点はですねディー,ーラーによっても様々なのでこの点はね注意が必要なんですけども、まあ、どちらの保証に入るかをですね、まあ、ユーザーさんの方でしっかり選んでいただいてその保証制度を入った車の店舗の方で 定期点検とかオイル交換をねしていただいていればね間違いないのではないかなというふうにね思いますこちら見ていただきますこちらがですねビッグモーターで公表しているですね中古車販売サイトに載っていたビッグモーターの店舗が掲げていたページですのでこれは間違いない内容かと思うんですけどもお客様に安心をサポートする5年保証プランというふうに記載しちゃって。 36機構343項目の保証内容が5年間さらに最大10年間の延長プランもご用意オイル交換無料期間内3か月ごとの当社点検無料付き、まあ、3か月ごとの点検あんまりいらないんですけど、まあ、まあやらないよりか変えた方がいいよねこれが自社基準点検となりますというのが、ね、またちょっと気になるところではあるんですけどもでこの、ね、ビッグ安心サポートっていうのは保証制度とオイル交換が その期期期間間内内無無料料ととと定期点検が期間内無料ということで、えー、書かれておりました、ね、この制度がお得と考えるかお得じゃないと考えるかそしてまたね今,今のねビッグモーターさんのニュースを聞いてですね逆にねビッグモーターさんのねニュースを聞いてまあ行ってみたいと思われるかどうか買ってみたいと思われるかどうかですねいいろいろニュースを見てみましたら まあこれだけね騒がれたのでもう悪いことはしないだろうということでね逆に言ってる方もねあのいらっしゃるみたいで、まあ、確かにここまで騒がれてしまうともう悪いことはしないだろうなというねえ気はしますので、まあ、注意しながらですね、まあ、見積書請求書整備内容を見ていただけたらね問題ないかと思います。ままたたね気にななる点などございましたら こういう場合はどうしたらいいのっていうのがございましたらですね、私、チャンネル内のどの動画でも構いませんのでご質問など投げかけていただければですね、できる限りお答えさせていただきたいと思います本日はですね、ビッグモーターのビッグ安心サポートについて私なりに調べてみましたまたですね、気になる内容がありましたらご紹介させていただきたいと思いますで、ね、はまたお会いしましょうじゃあね